今ね、だいたい5時10分前ぐらいです。すごい寒くなってきましたね。多分ね、まあ0度ぐらい来てんのかなって感じなんですけど、久しぶりにこれガスピアね、本当に久しぶりですけど、ちょっと使ってみようと思います。これに大事かな、これ寒いかな、 CB ガスを CB ガスを入れて、どうだ、こんな風になって、おう、ついたついた、一応これ換気というか入り口のとこ開けてやってますけど、くれぐれも真似して死なないようにしてくださいね。ガスピアがあったかい。3度か4度は確実に上がってるね。まあ、こんな感じです。寒いっす。まあ、本を読んでます。集中して読めます。非常にいいね。こういう別荘かなんか建ててね、本読むのもいいかもしれないですね。ちなみにですね、これは井上靖さんの小説を読んでます。これでピンときた人は相当お山が好きな方ですね。
ちなみにこんな感じですね。おはようございます。今7時ね、今7時10分ぐらいですね。いやー、テントがねバリバリに凍ってますね。雪こそ降ってないんですが、さっきあの車の温度計見たらマイナス7度ぐらいになってましたね。ガスピアもね、変な音してますけど、あんま寒いとダメね。あのこっちの湯あたりのあのパワーガス使うとかしないとちょっとダメかもしれないですね。朝はね、なんかあったな、何があったかな。あ、これね、これで軽く済ませて、とっとと帰りたいと思います。凍ってるし、焼酎が凍っちゃいましたね。この中も凍っちゃってるよ。えい、足りるかねこれ。ギリギリくせんだよな。おお、ギリギリぴったし。しかしこのパワーゴールドはやっぱりいいね。
外の、なんだっけ、ST 何百とかっていうのよりいいかもしれないね。